こんにちは、あやなんです。お久しぶりです。タイトルにもある通りなんですけれども、なんとあやなんがついにあの事務所に所属しちゃうことになりました。いや、あの事務所っていうと、まあ、皆さんね、あそこしかないだろうって思ってると思うんですけど、それがそう、キャリーオンっていう事務所になります。それがね、何の、どういう事務所かっていうのをちょっと今から説明するんだけど、いや、そもそもあやなんね、もともとジェネシスワンっていう事務所入ってて、YouTuber になったばっかの時。で、それがなくなっちゃって、なくなっちゃったっていうか、まあ、私たちが辞めたんだけど、辞めて、で、なくなって、で、次に入ったところがキーっていう事務所でしたね。K-I-I-I キー。で、そのキーの社長さん、私ずっとすっごい良くしてもらってるっていうか、もうめっちゃ好きで、マジで。ほんとなんか、この人の考え方とか、ほんとに好きだなって私がすごい個人的に思える人で、あ、もちろんうーくんもなんだけど、そこはうーくんともちゃんと仲良くしてもらってて、その社長さんの家族とうちの家族で旅行行ったりとか、もうほんとにそういうプライベートとかでも仲良くしてもらってるような人で、私がね、キーを辞めるっていう選択をした時も、あ、ぶくまるちょっと待ってね、こっち来る。悲しかったとは思うけど、そうやって私がフリーでやってみたいっていう気持ちが強かった時に、まあ、それを社長に相談した時も、ぶくまるちゃん、ぶくまるちゃんおいで、あいおいで。そう。で、相談した時も、快く応援してくださって、事務所の人とクリエイターっていう関係じゃなくて、本当にもう人と人としてすごい良くしてもらってる人だったんで、で、その方が、そのキーをこう一人で独立して、新しく事務所を作ることになったっていうことで、で、私も、自分がね、いろいろちょっと不祥事を起こしてしまって、世間にご迷惑をかけた時にね、その時も、まあ、その人はさ、支えてくれたんですよね、いろいろ。その時、フリーだったからさ、もう私といてくれてるリサで、こう、うって、こうなったりみたいな。二人で抱えて、やっていこうみたいな、そういう感じだったんだよ。で、そうなった時に、あ、なんか事務所入ってたら、もうちょっとこう、違ったのかなとか、ちょっと考えたりとかもしてて、で、そういう時に、その、いつきさんって言うんだけど、その社長さん。いつきさんが、事務所を作るってなったので、私ももう、フリーを2年くらいやってみて、いろいろ学べたこともあったし、私から、なんか、私も入りたいです、みたいな感じで言ったんだよね、今回。そう。で、まあ、入ることになったって感じです。このキャリオンっていう事務所なんだけど、キーから移ってきてる人がかなり多くて、前一緒だった人も結構一緒なんだよね。気まぐれクックさんとか、ガードマンくんとか、よさこいとか、私にとっては馴染みのある人たちが同じ事務所でやっていくって感じです。で、ガードマンくんさ、会ったことなかったんだけど、この事務所に入るってなって初めてお会いしに行ったんですよ。したら、大阪をすごい案内してくれて、なんか超可愛くて超いい人で、一緒にね、事務所の人と、ガードマンくんと、私と、まあ、私、まもるくんって呼んでるんだけど、超幼稚園児みたいで、なんか可愛いんですよ。ずっと一日、観光案内してくれたんだけど、その時の写真ちょっと、載せておきますね、これ。これから一緒の事務所になるから、なんか嬉しいなっていう気持ちでいます。本当に絶対迷惑かかんないように、事務所にも他のクリエイターさんにもマジで気をつけて頑張っていきたいなって思ってます。みんながね、心配してると思うんですよ。私もね、それは自分でも分かってるんですけど、まあ、まだまだ信用はできないとは思うんですけど、まあ、見守っていただけたら嬉しいですっていう感じです。事務所には、しばなんチャンネルとして所属するというよりは、もう、あやなんとして所属することになってて、キャリオン、あやなん入れんのみたいな。なんかそういう風にも思われるんじゃないかなとか、すごい心配してたから、それも言ったんだけど、あ、大丈夫大丈夫だ、みたいな。一緒に頑張ろう、みたいな感じで、すごいね、心強く一緒にまた頑張ろう、みたいな風に言ってくれたから、感謝してます。重い話になっちゃったんだけど、まあ、ただ事務所に入るよっていう話なんだけど、まあ、そんな感じです。ポンス寝たんだけど、いや、ウームじゃないんかいって、やっと突っ込めた、やっと自分で突っ込めたわ。ウームかと思ったわって、てか、思った人いるよね。すいませんでした。ちょっとね、今のね、しばなんチャンネルが、ちょっと本当に、忙しいアピールしたいわけじゃないけど、マジで忙しいから、しばゆーもね、子供も、本当に、沖縄の動画見てくれた方はわかると思うんだけど、ずーっと、ピピ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 
家の中がそんななんで、ちょっと動画をね、ゆっくり夫婦で撮るっていうこともなかなか今できなくなっちゃってるから、それ長い目で見たら今上がってないことって全然マイナスなことじゃないなって私は思ってるから、今は流れ的には本当に結構自分の精神もすごく下がってる時ではあるけど、うちらが一緒にいる限りはずっと続いていくチャンネルだと思うので、ちょっと今は少しローペースになると思うんだけど、ぼちぼち上げていくので、それを楽しみにもし見てくれる人がいたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと態度悪かったということで、長くなりましたが、あやな事務所に入ったよという報告動画でした。事務所入っても何も変わらないと思いますが、あ、ファンレターの宛先とかね、新しくなったので、 YouTube の概要欄とか Instagram のところとかにも貼っとくので、よかったら見てください。送ってくれたら本当に嬉しいです。手紙めっちゃ読んでますいつも。ということで、動画見てくれてありがとうございました。あやなんでした。バイバーイ。